で綺麗に治ったね、兄さん。さすがばっちゃんとウィンリーだよね。まあな。よし、それじゃあ次はアルの番だ。行くぜ。ありがとう、兄さん。おう、んじゃ、早速やるか。ん？何をするつもりなのだ？手足の作動確認も兼ねて、組手をやるんだよ。それに、ここしばらく体を動かしてなかったから、勘を取り戻さないとね。うん、ならば、我が輩も協力しよう。え？うん。遠慮無用。さあ、かかってくるがよい。うん？どうした？この布ならこちらから行くぞ。我がアームストロング家に代々伝わりし、芸術的肉弾戦闘修練術、その一つ。やー、これだ。はっ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 。見事だ、エルリック兄弟よ。アル、無事か？なんとかね。でも苦しい戦いだったよ、兄さん。お主らの美しくも強靭な兄弟愛、深い絆が生み出す素晴らしき技の数々、我が輩感動。エルリック兄弟、これは我が輩に勝利したことへのささやかな祝いの気持ちだ。遠慮なく受け取るがよい。うん、いいよ、そんなの。受け取るがよい。兄さん、ここは素直にもらっておかないと、受け取るまでしつこそうだよ。それもそうだな。じゃあ、遠慮なくもらうとするよ。所詮、どうもありが。よくやったぞ、エドワード・エロリック。ばっちゃん、俺たち明日の朝一にここを立つよ。ピナコ殿、ウィンリー殿、誠にお世話になりました。そうかい、またここも静かになるね。毎日ちゃんとオートメールの手入れすんのよ。すぐサボんだから、あんたは。
へいへい。大変だ！ん？どうしたんだい、こんな時間に。怪物が出た！怪物？兄さん！おい、怪物ってどんなやつだ？君の悪い真っ黒な怪物だ。裏山の洞窟のあたりに4匹も5匹も。怪物と俺の失踪事件の単なる噂ではなかったのか。少佐、俺たちちょっと行って洞窟のあたりを調べてくる。ならば我が輩も同行しよう。いや、それより少佐はここに残って町の人たちのことを頼むよ。しかし、バッチャンとウィンリーをお願いします。いたしかたあるまいな。了承した。我が輩の全身全霊全筋肉をもってこの町を守ってみせよう。気をつけてね、エド。無茶すんじゃないよ。大丈夫、大したことじゃねえよ。すぐ戻ってくるからさ。ウィンリーはバッチャンと待っててね。行ってきます。エド、アル。